西武ソフトバンク14日、ベルーナドーム FA 移籍後初となる古巣ベルーナドームでの3連戦に挑んでいるソフトバンクの山川穂高内野手が4番1塁で出場。初回の第1打席で、西武先発の高橋光成から右前田を放ち、前日から3打席連続安打となった移籍の行きさつもあり、 西部ファンからのブーイングを浴びている山川は初戦は4打数1安打3三振だったが、前日の第2戦は NPB 史上2人目となる2打席連続満塁本塁打を放ち、5打数2安打8打点と大暴れ、ドスコいパフォーマンスも観光し、大ブーイングを浴びた。